伝わる1年だったなぁとなんか思いますね。もう本当いつでも8割に帰ってきてきたので、いつでもスタジオでお待ちしてます。バウンディ新曲「まばたき」をお送りして、時刻は11時28分になっています。今日はどんなふうにね、聞いてくださってるんでしょうか。茨城市の女性の方、温泉卵の母さんは、いつもは一人で聞いていますが、今日はみんな家にいます。みんな在宅でしたのです。北海道旅行から昨日帰ってきた息子のお土産の白いトウモロコシをお昼に食べるのが楽しみです。いいです。